こんにちは、ゆういずみです。今日はニューハーフ用語、ニューハーフ用語ではなくて、ゲイ用語のフテコという言葉を皆さんにご紹介したいなと思います。で、フテコっていう言葉、私、ニューハーフの言葉、ニューハーフの世界だけで使われる独特の言葉なんじゃないかなと思っていたんですけども、そうではなくて、実はゲイ用語だったということなんですね。ゲイ用語について私すごい調べてましたら、その中にもフテコっていう言葉が出てきたので、もともとはじゃあゲイ用語だけども、ニューハーフも使うっていうことなのかなというふうに思います。で、このフテコっていうのはですね、私がそういったお仕事をして、そういったお仕事って言ったらあれですけども、ニューハーフのそういったゲイバーで、ゲイバーっていうんですかね、そういうショーを踊るようなお店で勤めていた時があるんですけども、その時にですね、よくフテコっていう言葉を聞く機会があったわけですね。なので、こちらのこのフテコという言葉を皆さんにご紹介できたらなと思います。でニューハーフの世界っていうのは独特な言葉がありまして、ふーっとするとかももちろんあるんですけども、他にもいろんな言葉があるわけですね。で、そういったその中の一つがそのフテコという言葉だったんですけども、フテコっていう言葉聞いてどういう印象を持たれますか、皆さん。多分ですね、大体わかるんじゃないかなと思うんですけども、ふてぶてしい子っていうことですよね。ふてぶてしくて、ふーっとしてるともまた違うかなと思うんですけども、ふてぶてしい子、生意気な子とか、そういうニュアンスが含まれていますよね、このふてこっていうのは。なので、使い方としましては、あの子ふてこねとか、あんたふてこねとか、そういう感じでですね、良くない言葉なんですけども、まあ、ほとんど良くない言葉なわけですね、そのニューハーフ用語っていうのは。で、ふてこっていうのは、直接相手に使うこともありますし、あとは、第三者に対して、ここで噂をするときに、あの子はふてこよね、みたいな、あの新人ふてこね、みたいな、そういった感じで、そういうお話をするのが、このふてこですね。なので、特殊な言葉かなとは思うんですけども、知っていて損はないかなと思います。で、こちらはですね、ゲイの方々も使う言葉ということですので、私はニューハーフの、独特な言葉かなと思ってたんですけども、皆さん使われるということですので、ふてこっていう言葉は割と頻度が高く使われると言いますか、ほとんど毎日のように誰かしらが誰かしらのことをふてこって言ってる、そういったような感じだったんじゃないかなというふうに記憶しています。なので、よろしければ参考にされて、あんまり使う機会ないかもしれないんですけども、もしそういった言葉を聞く機会があったら、あ、ふてこねっていうふうに、あ、ふてこのことね、ふてこはふてこのことよねっていうふうに、その頭の中で理解できるんじゃないかなと思いますので、よろしければ参考にされてみてください。今日はふてこというこのゲイの用語ですね、こちらをご紹介させていただきました。ご視聴ありがとうございます。